事故は人通りの多い中心部で起きました。黒い車はこの辺りで女性2人をはねた後、あちらの方に走り去っていったということです。警察官が集まり、昼間のすすきのが物々しい雰囲気に包まれました。午後1時20分ごろ、札幌市中央区南三条西3丁目付近で歩行者2人が乗用車にはねられました。30代の女性が頭から出血し、20代の女性が軽傷です。1人がもうすぐボンネットの状態と、もう1人の方は結構2メーターぐらいまで跳ね上がるような感じで、後ろの方から隙間を縫うように走っていって、さらにスピードを出していって逃げているような感じです。ノンストップの状態で、わざとやってる感じでしたね。もう俺は信号関係ないんだみたいな感じで。警察によりますと、この乗用車には運転席に男性が、助手席には女性とみられる人が乗っていて、2人をはねる直前、現場周辺で職務質問を受けていました。しかし、信号無視など危険な走行をしながら逃走したため、警察は追跡を中止しました。その後、乗用車はバスと衝突する事故を起こし、さらに女性2人をはね、西方向に逃走していったということです。乗用車にぶつけられたバスの車体には擦られたような跡が残っていました。警察は現在のところ追跡方法は適切だったと判断しているが、詳細は調査中としていて、ひき逃げ事件として現場から立ち去った黒い乗用車の行方を追っています。